第4章、新しき日々。じゃあね、ヤス。あんた、物をなくしたりするんじゃないわよ。ふん。じゃあね。奥様の言うこと、よく聞くのよ。後から来る仲間に迷惑かけるんじゃないわよ。未だに謎よね。どうしてヤスはここに推薦されたの？それを言ったら、未だに奥様がヤスの勤務を認めてる方が意外だわ。逃げ出さない分だけ根性があるってもんだ。しっかりな、ヤス。みんなとはついにお友達になれなかったね。うん、向こうもそうだったろうし、お愛子だね。あの人たちのことはもう忘れちゃおう。もうお互い何の関わりもない。だから心に留める必要もない。人は最初の印象をいつまでも引きずる生き物だからね。だから仕方がない。あなたがどんなに素晴らしい人間に成長しても、
彼女らはきっといつまでもヤスと呼び続けてあなたをバカにしたと思うもの。そんな人たちに認めさせようと思うなんて全然意味のないことなんだよ。それがいいよ。あなたには私や熊沢さんなどの素敵な友達がいるじゃない。そして新しい使用人の人たちの前では今度は一人前の姿を見せてあげればいい。その息だね。一緒に頑張ろう。アスネと申します。よろしくお願いいたします。ベルネと申します。中で貧困法制な子が選ばれます。どうやって選ぶの？誰が選ぶの？理事の先生方が来て面接をされるんです。他にも日頃の素行とか。じゃあ先生の前でだけいいこぶってても合格できちゃうってことも？まあ先生が見て良いと判断されれば合格することも。福音の家よりやってくる子たちはいつだって個性的だった。それが使用人としての日々の中で研磨され、やがては後宮家の使用人の名に恥じない立派な姿に成長していくのだ。とはいえそれを促すのは先輩使用人たちの役目。今や我だけが子さんである以上、彼女らを立派に導く責務があるのだ。新しく来た子たちはどんな感じだった？もちろんエリートね。貧困法制な。奥様や源氏様の前ではそうだったと思います。でも目上の方がいらっしゃらない時はちょっと不真面目だったみたいで。アスネさん、お道具は使うたびにちゃんと台車に戻してください。え？はーい、ごめんなさい。なくしません。私、置いた場所は絶対にしておくと魔女がいたずらして隠したりするんですよ。魔女が物を隠すなんて。そんなことあるわけないじゃないですか。魔女なんてそんなのいるわ
けないし。いるわけないです、魔女なんて。いたずらだと思ってました。いや、そう思っていられるうちが気楽だった気がします。魔女ベアトリーチェは確かにいたと思う。私は信じない。ベアトリーチェであったかは分かりません。でも人間じゃない何かが確かにあのお屋敷にいたんじゃないかと思います。人間じゃない何かというのはベアトリーチェの可能性もあると思う？バカバカしい。私もバカバカしいと思いたい。あれはきっとヤスのいたずら。ううん、仕返しでしょ。私も最初はそう思ったけれど、いたずらでは説明できないことがあった。必要というか気持ち悪い。具体的にはどんなことがあったの？置いたものがふと振り返った拍子にはもうないんです。ヤスが隠したんでしょ。最初はそう思った。そう考えるのが自然だった。でも違和感も覚えてた。あんな器用な子がそこまでえげつないことするかなってずっと思ってた。どんなことがあったか話して。鍵束がなくなった時には私が見てない隙にヤスがひょいってどこかに隠したんだろうと思えた。でも鍵束から一つの鍵だけが消えてて、それがありもしないところから出てくるなんて考えられない。その鍵だけあんたが見てない隙に引っこ抜いたんじゃないの？そんなのできる？実際に鍵束を丸ごとひょいっと隠すならともかく、鍵束から鍵を一つ抜き取るって考えれば考えるほどに簡単じゃないよ。ガチャ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 、すぐそこで私が背中を向けてるのよ。そんなこと悠長にやってたらいくら私がバカでも気がつく。でも音もなくスーッと鍵が一つだけ消えていた。あの時に初めて気がついたの。これ逆ギレしたヤスのいたずらじゃなくて、もっとそのヤバいもんなんじゃねって。その紛失した鍵はどこから見つかったの？私もロッカーから。ベルネうっかり屋だからさ、ひょいって鍵をそれだけ外してロッカーにしまったのを忘れてたんじゃないの？鍵束からなんでわざわざその鍵だけを外すわけ？ハスネ、鍵束の鍵外したりあるいは戻したりしたことある？私も試してみた。あれすごく硬い。わざわざやらない、やる意味ないし。私無遊病、自分でやったことの記憶さえないっての？私バカだけどそこまでバカじゃない。私そこまで自分のこと忘れてたりしない。それに私の鍵さ、確実に部屋に入った時はあったよ。じゃなきゃあの部屋の鍵私どうやって開けたわけよ。だからさ、音をさせないようにさ、するりとこのヤスがうまく鍵を抜いてベルネのロッカーに隠したんだよ。ヤスに舐めたことすんじゃねって食ってかかった。でも言いながら思ってた、これ絶対変じゃねって。だってさ、あの日私たちずっとヤスと一緒に部屋回ってたわけでしょ。鍵をガチャガチャ外すほどの隙は絶対ないよ。ヤスには無理っていうか誰にも不可能だよ。音をさせずにそれもわずかの隙に鍵を一本だけ抜き取るなんて。
マスターキーが一本足りなかったとか。だから言ってんじゃん！ちゃんと鍵は最初あった！あの部屋の鍵を開けたのは私！だから絶対鍵はあった！で、部屋に入って、私、バカだから、鍵のジャラジャラが嫌いで、ひょいとベッドの上に置いといた。それで、掃除終わって、鍵束取って、施錠しようとしたら、もうなかった。背中を向けてはいたけれど、鍵のすぐそばにいた。だから、誰かが鍵を一本だけ抜くなんていたずらをして、悠長にガチャガチャ言わせたらすぐわかる。なのに、その部屋の鍵一本だけがスーッと蒸発して、私のロッカーの中に。いいよ。ヤスがこっそりやったって仮定してもいい。そう考えると気楽になれるもん。でもね、じゃあどうやってロッカーに入れたわけ？ヤス、私たちとずっと一緒じゃん。私がないないって大騒ぎしてあちこち探し回ってロッカーの中で見つけるまでずっと一緒だったじゃん。ありえないって。私、ヤスに当たり散らしながら感じ始めてた。というか、ヤスの瞳がさ、無言で言ってるわけ。あの子の言うさ、いつの間にか物がなくなってるって。みんなが言うように、あの子がぼんやりしてるんじゃなくて、本当に実は私と同じで、突然ありえないことが起こって、ヤスはずっと一緒だったから、ロッカーに入れるのは不可能？そんなおかしなことが他にも。そう。物がなくなるとか、単純にそれだけじゃないことが、その後も、他にも、何度も何度も。さすがに薄気味悪くなって、物とかその辺に置かないように気をつけたけど。それでもダメだった。最初こそヤス舐めんなって思ってたけど、途中からマジでこれは違うって理解し始めた。私がポケットに入れっぱなしにしてたはずの鍵束から鍵が消えたことだってある。私は気づいた。ヤスがいたずらしてんじゃない。ヤスも私も同じ何かにやられてるんじゃないかって。お、落ち着きなよ。私は一部はヤスのいたずら、それ以外のほとんどはベルネのうっかりか勘違いだと思ってるよ。確かに屋敷はいつも薄暗くて、どこか薄気味悪かったし、なんかたたりとか呪いとかそんなのがあってもおかしくなさそうな雰囲気はあった。そのせいできっとベルネはおかしな方向に怯えちゃったんじゃないかなって。あんただって見たでしょ。ほら、あの雨の日、気に入っていけるおかしな白い影を見たでしょ。見たけど、白い何かを着た奥様かお嬢様じゃない？白い何かって何？そんな服を着てるの、奥様もお嬢様も見たことないよ。というか、この気品室いつも施錠されてるし、奥様とかは鍵持ってないし、あれは絶対幽霊とか亡霊とか。うん、絶対に魔女の影だった。とまあ、途中からベルネはこんな感じ、すっかり怯えてしまった。私はその、擦れてるから。ベルネがビビればビビるほど、魔女なんてバカらしい、そんなのいるわけないって思いを強くしたけど。でも、さすがに空気を読まざるを得なかった。というか、うかつに口にしない方がいい話題だと気づき始めてた。階段とかたたりってさ、部外者が聞くと本当にバカバカしい。でもね、そこにいる当事者からすると、全然笑えない。あれは本当に、
笑えない話だったよ。アスネはちっとも私の話を信じてくれなかった。だから私、途中からアスネに相談するのやめて、ヤスに打ち明けて相談したの。私はあんたのいたずらだと思ってたけど、絶対にあんたじゃない。なんか、その、おかしなものにやられてるって。そうしたら、なんて。自分も同じようなことが何度もあったけど、誰に相談しても信じてくれなかったって。大地、先輩とかはヤスのことバカにしてたけど、ヤスは言われるほどドジでもバカでもなかった。年下に仕切られるのはムカつくからいつも反抗してたけど、仕事は割とそつなくこなしてた。そんなヤスがそこまでバカにされるほど物をなくすなんてことあるのかなって不思議に思ってた。だから確信したの。いる、このお屋敷には人間とは異なる何かおかしなものがいるって。それが魔女ベアトリーチェ。もしそれがそう呼ばれるものならば信じる。とにかく人間じゃ説明ができないものが確かにあの屋敷にはいたの。それを理解できない人たちが私やヤスのことをドジさんのうっかりだと勝手に言ってた。分かってない、全然分かってない。でもベルネもさすがにヤバいと思ってしっかりするようになったじゃん。そしたら物がなくなるとかの騒ぎなくなったじゃん。やっぱりベルネの勘違いだったんだよ。違うよ、私ヤスに、シャノに、熊沢さんとかにも相談したの。そしたらやっぱり魔女はいるって。古い使用人たちはみんなちゃんと敬ってるって。私はベアトリーチェなんているわけないって堂々とバカにしてたから祟られたんだって。だから心を入れ替えた。ヤスに貴賓室の人形のお参りの仕方を習った。源氏様に頼んで鎮守の社にもお参りさせてもらった。そしたら収まったの、ピタリと。アスネも途中から魔女のことバカにしなくなったからよかったけど、もしも空気読まずにずっとバカにし続けてたら、今度はあんたがタタリンの標的にされてたに違いない。私が保証するよ、絶対にあんたがたたられてた。さすがに私もドン引くかも。口に出して言いやしないけど。あんた分かってない、本当に分かってないよ。だから私は新しい後輩にはきちっと教えたよ。このお屋敷にはベアトリーチ様という魔女がいる。バカにするとマジでたたるからって。ベルネ、物がね、消えたらそれは魔女がすぐ近くにいて私たちを見てるって合図なんだよ。いたずらだとか魔女なんかいるわけないとか、そんなことを言ったらもっともっとたたられてしまう。私もヤツもそう。鍵が消えたらそれは魔女が現れた印。ギタバが放り出されておるわ。そなたは最近すっかり用心深くなって面白くなかったところだ。冗談冗談。それにしても
我が友が親切に忠告しているというのに耳を貸さぬとも不愉快な奴らよ。我が友を蔑む言動の数々、わらわに対するものと受け取らせてもらおうぞ。わらわの魔法をそなたごときの仕業と見下すかならばよかろう。人間には無理なことを見せてやればよい。我が魔法を見せてやる。愚かなるベルネとやら、我が友の忠告に耳を貸さなかったことを後悔させてくれる。この気楽な体では物足りぬ。借りるぞそなたの体。久々に本当の魔法を見せてやりたくなったぞ。わずかのひととき、再び我が身を現世に。ご覧なさい、そなたがどこにて眠っていたのよ。しまう田舎の人、そうこの部屋の鍵だけでよ。
してやろうか。ただ消し去るだけではつまらぬというのなんだそやつがどっかにも放り込んでおくか。これならずっと一緒にここで掃除をしている我が友にはアリバイがあるというもの。さあさあ思い出してごらんなさい。そなたがどこで眠っていたのやら。そう、そこは暖かくて暗い場所、ベルネのロッカーの中であるわ。我が天女、この体そなたに返すぞ。指先点検、ベッドオッケー、カーテンオッケー、お道具オッケー、鍵もオッケーね、大丈夫でしょ。鍵、私が閉める？わけわかんない。何これ、マスターキーがない。
マスターキーだけない。どうしてこんな頑丈なのに抜けるわけないのに。なーに？どうしたの？突然。うん。うん。一緒に頑張ろうよ。ほら、石の上にも三年って言うよ。みんな、どんどんあなたを認めてくれているよ。だから一緒に、素敵な使用人を目指そうよ。私、使用人辞める。え？使用人より、魔女の方が面白そう。魔女って、何の話？みんなに愛されて、頼りにされる使用人って、うん、今ももちろん憧れるけど、でも今の私には、魔女の方が、憧れるの。それは、ベアトリーチェ、今日ね、ベアトリーチェが私に乗り移って私の体を使って魔法を使ったの。その時、その未知の世界にこう、ゾクゾクっとしたものを感じたの。それは、後ろ宮家の使用人に推薦されたことを知らされた時よりもずっとずっと上、知らなかった世界を初めて知ったような、まるで暗闇の世界だけに住んでて世界を全て知っているようなつもりになっていた私が、初めて光を知って世界を目にするような、そんな喜び、興奮。
それではいかようにしたものか。シャノンのような素敵な使用人も悪くはない。でも魔女の楽しさを知ってしまったら、もうそれは退屈な憧れ、もう戻れない。シャノンはどうするのか。シャノンはシャノンで、これからも尊敬される使用人でいてくれればいい。彼女は彼女のままで。これからは私と二人ではなく、彼女だけになるけれど。別れは唐突に。であるな。まあよい。
気まぐれな方が人生は退屈せぬというものよ。されどどうする？魔女がやりたい、ベアトがやりたい。しかしわらわがすでにベアトリーチェであるぞ。あなたが魔女で私の友人という設定はそのままで、ベアトは私ということに世界を変更する。つまりわらわはベアトリーチェの友人の魔女ということになるのか？そんな感じ。だからあなたは今からベアトリーチェじゃない魔女。わかった。ではわらわの新しい名前は何とする？ふさわしい名前が思いつくまで保留にする。しばらくは名なしで。ごめんね。よいよい、せっかくの名前だ。熟考してもらわねば困るというもの。あなたはベアトリーチェが幼く、まだ魔法が使えない頃からの友人。私のものを隠したりしてからかっていたことが縁の始まり。なるほど。それがやがて魔法に目覚めたベアトリーチェの対等な友人となるわけか。ではわらわは少しお姉さん的な立場の友人であるな。うん、そんな感じ。喋り方どうしようかな。ベアトリーチェの一人称はわらわで、すっかり馴染んでしまったな。そなたに譲るか？うん、わらわという言葉遣いは私が引き継ぐ。うん、わかったぞ。ではわらわも。いやいや、これからはわらわではないね。私もベアトリーチェの姉的立場である魔女の友人にふさわしい喋り方を探しておくことにする。うん、いや、うむ。なかなかの貫禄。私の、いや、わらわの容姿はどうしたものか。そうだな、私は真っ赤な魔女という感じであるからな。赤以外の雰囲気でまとめてみてはどうか。ベアトリーチェは夜の屋敷を徘徊するとき、白い人影の姿をすることが多い。やはり亡霊といえば白がイメージか。白いドレスの魔女、イメージをまとめてみる。このような姿ではどうか。これが新しいベアトリーチェの姿なの？これは美しい。高貴な姫君みたいだね。ふむ、気に入った。悪くないぞこの姿。いいじゃない、素敵よベア。気に入った、実に気に入ったぞこの姿。その調子で今度は私に素敵な名前をつけてくれると嬉しいわね。いつまでも名なしじゃふてくされちゃうわ。安心せよ、必ず立派な名前を考えてやろうぞ。
それよりまず考えたいことがある。それはわらわの使う魔法のイメージである。物を隠したり別の場所に瞬間移動させる魔法はそなたのイメージだ。だからわらわもわらわにふさわしい魔法のイメージを考えねばな。魔法を使うとき黄金の蝶が飛び交う。そこは譲れぬぞ。素敵ね。それこそまさに黄金の魔女。じゃあ蜘蛛の糸が苦手で社に収められてる霊鏡が苦手でという弱点もあなたに？ふむ、万能の魔女にも何かささやかな弱点があった方が面白いというもの。ではこうしよう。蜘蛛の糸に触れたら火傷をするということとする。では霊力のある鏡は無論のこと、鏡自体も苦手ということにしよう。鏡って魔力があるってよく言うものね。いいんじゃない？いかにも魔女っぽい感じ。鏡を見ると魔力が吸い取られる感じがするので苦手ということにしよう。うん、面白そうだ。一度に何もかも決めなくていいわ。世界をゆっくりと作り上げていくのだってとても楽しいのだから。うむ、分かっている。ゆっくりと魔女の生活を楽しみながらわらわの世界を膨らませてゆこうぞ。あの狭くて暗い部屋はもうあんたの寝床じゃないわね。うむ、わらわこそは黄金の魔女。六軒島の夜の支配者なれば、夜の屋敷はわらわのもの。わらわの住まうべきは屋敷ではないか。ベアトリーチェの部屋？ははは、決まってるじゃないか。ええ、そうね。お屋敷の2階のあの素敵な部屋。魔女の貴賓室こそベアトリーチェの部屋じゃないか。おお、そうであったな。今宵よりわらわが住まうは夜の屋敷のあの部屋ではないか。これはうっかりしていた。じゃあ行きましょう。ベア、魔女が二人お茶をするならあんな狭い部屋じゃなくてふさわしい素敵な部屋でするべきだわ。そうであるな。友人を招いて茶を振る舞うにはあの部屋は粗末が過ぎる。部屋を変えよう。行こうではないか、我が友よ。シャノンとはお別れね。
らばだシャナ、人間としてそなたを目標に、そなたと友情を育みながらの日々も楽しいものであったぞ。もしわらわが魔法の閲楽を知ることなく魔女に開眼することがなかったなら、それはこれからも変わらなかったであろうな。私、疲れてるのかな。寝よう。きっと疲れてるからおかしなことを考えちゃうのね。おやすみなさい。シャノ、布団に包まれて静かに目を閉じればもう何も難しいことは考えなくていいんだよ。私はシャノン、一人ぼっちの使用人。時々失敗もしちゃうけど、誰からも愛される優しい使用人になりたい。おやすみ、私。
ああ、我こそは我にして我らなり。もう使用人ごっこは飽きた。人間ごっこは飽きた。これより我は、今宵より我はベアトリーチェ、千年を経た黄金の魔女ベアトリーチェであるぞ。たたえよ使用人ども、怯えよ夜回りに選ばれたることを。夜の島は、屋敷は、すべてわらわのもの、わらわの時間。ああ、我こそは我にして我らなり。さあ、我らの世界にて全てを飲み込もう。それはまるで波涛のように。やれやれ、今夜も人間の書物を魚に神秘の月を飲み干そう。これがミステリー、これが密室、これが人間には不可能な犯罪とな。笑わせる。その程度の隙だらけの穴だらけが人間には不可能な犯罪とな。わらわを簡単させる素晴らしき密室魔法はないのか。ああ、やれやれ、これもこれもそれもあれもバカらしい。薬とは笑えるが、これでは月と書物どちらが魚かわからぬというもの。ミステリーに飽きれば蝶に姿を変えて、島を、屋敷を、広大な森を自由気ままに散歩しようではないか。臆病なる夜回りの使用人の後をつけて回る。窓の戸締まりを確かめるとき、そのガラスに姿を映して肩越しに笑ってくれようぞ。何をするも自由自在、気ままで気まぐれ。夜のいたずらはなかなかに楽しそうだ。よし、決めたぞ。これからはそれで遊ぼうぞ。それは愉快、今宵も愉快だ。魔女の世界、想像力の限りの全てを遊べる。わらわの想像力こそが我が魔力の源なのだ。ならばよかろう、面白い。それを無限大に広げようぞ。そしてそれで島をすべて飲み込んでやろうぞ。島の夜はすべてわらわのものなり。ああ、魔女の日々のなんと優雅で愉快なることか。我こそは我にして我らなり。愉快なる魔女の世界に。